皆さんおはようございます。今日は2020年の1月の2日ですね、長岡駅に来ているんですけれど、これから磐越西線のキハ40、キハ40系が、3月のダイヤ改正でなくなるということで、そっちに行きたいんですけど、今、長岡から、新潟に行く信越本線の快速列車、あちら115系が運用に入っているんですね。新潟地区でもこの115系っていうのは以前までは頻繁に使用されていたんですけれど、で現在普通列車に関してはこの後ろのハム卵サンドとかとも呼ばれています。この後ろの129系に、全て置き換わっていますので、このこちらの湘南色の115もだいぶ希少な存在となっております。湘南からの115系ですね。こちらは以前東海道本線などでも113系ですが、この塗装が用いられておりました。その時代僕はまだ鉄道オタクではありませんでしたので、実際に乗車したことはありませんが、そして冬の新潟地区115系には半自動ドアが用いられていますね。手で手動で開けるドアになっております。車内の室温を保つためですね。今回運用に当たった N38編成、この115系ですが、2017年に確か大宮総合車両センターに入場し、以前までは3次新潟色という青色の塗装だったのですが、塗装が変更されて現在115系湘南色になって新潟地区で活躍をしております。そして長岡駅を発車、本当例年に比べて新潟は雪少なくてですね、今年雪は全然積もっておりません。ご乗車いただきましてありがとうございます。信越線快速列車新潟行きです。これより先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は三池です。三池には10時30分に案内ご協力をお願いいたします。しばらくしますと115系信越本線は隣上越新幹線と分岐をしていきますね。こちらは在来線の方で東三条方面へと進んでおります。本当に115系の走行音というのはうるさくてですね、特に一般号系ですね、同じ国鉄時代に製造された、現在は夜行快速ムーンライト長良号としても使用されていますが、その185系と走行音がちょっと似ていますよね。ガーという力強い走行音を上げて走行しますので、車内放送全く聞こえませんね。本当にうるさいです。長岡駅を出て5分ほどの場所ですが、雪が若干積もっていますね。パラパラと雪が降っているのが分かりますが、これは本当に例年と比べて新潟地方は雪が少ないです。南魚沼に私の祖父母の家があるんですけれども、そこに行ってきまして、この当日、前日に寄ったんですけれども、そこでもやはり積雪量というのは圧倒的に少なくて、もうびっくりしましたね。長岡を出て三池東三条あたりに来ると、このようにもうほとんど雪は積もっておりません。雪、降っていた雪もみぞれに変わっております。現在信越本線の東光寺駅を通過中、この東光寺の沿線でも非常によく直線で踏切から信越本線を取ることができて、4% 合計の快速キュビキの、それから特急北越、急行北国なんかの夜行列車、それから国鉄特急型の特急列車が運転していた頃は、僕もよく撮り鉄としてよく出かけたものです。そしてここ途中駅、東三条駅に到着。ここの駅は特急列車、急行列車なんかも停車している駅ですね。新潟県は基本的に下越、それから上越の積雪量は比較的少なくて、どちらかというと長岡、小出、それから越後湯沢の中越の積雪量が非常に多いんですね。余談なのですが、上越線ってあるじゃないですか、群馬の高崎と長岡を結んで、新潟と長岡を結んでいる路線なんですけれど、あれって上越全く経由してない上越線っていうんですよね。新潟の区間、越後湯沢から長岡の区間っていうのはもうほとんど中越ですから、あれ本当なんで中越線にしなかったんだろうなと思っていたんですけれど、あれって群馬の上州っていう地名と、あとあれ越後ですね、新潟の越後合わせて上越線っていうなったみたいなんですね。上越地方からは由来していないようだったんですね。そう、びっくりしました。ということで余談でした。2席に到着です。この115系113系の顔っていうのは房総、内房総、外房線、それから昔では東海道本線でも見ることができましたが、今はこの上越地方、それから信濃鉄道、長野の私鉄ですね、でも走っているのですが、信濃鉄でも置き換えが進められるということで、残りの寿命ももうそう長くはないんじゃないかなという思いがいたします。